ついに VR 機材買ったから VR アモアスやっていくぜ。いつもの上から見下ろすアモアスとは違って臨場感ありますね。ちなみに VR 機材の値段はほぼ6万円。高っか、霊夢の1年の食費と同じくらいだな。VR 機材の高さか霊夢さんの食費の安さのどっちに突っ込めばいいのか。というか1年で食費6万って何食べれば達成可能なんですか。そこら辺の草とか。なんかごめんな。とりあえず操作方法を確認中。お、自分のリアルの手の動きがそのまま反映される感じなんだな。親指を立ててしないの印で、おい、出しちゃダメな手の動き出てますから。ちなみに今参加してきてる他の人たちはメメ村の住民だぜ。野良の人に会ってたら炎上案件。これはあくまで動作確認。しかし中身礼儀なし。その手の構えは一体何を意図してるんだ。何かを召喚しそう。そしてこれは高評価よろしくのハンドサイン。古事記のルマ達成。さて参加予定のメンバーが集まってきたし、そろそろ始めるか。参加メンバーと色はこんな感じになってます。メテオさんオレンジで、ひな兄さんが黄色、ウパさんがライムと、若干色が少なめだからいつもと違う感じになってるぜ。ちなみにみぞれさんは体調不良でお休みしてます。先みんなでやっててください。他メンバーはちょっと操作確認で回してたみたいだが、私は文字通り初プレイ。病とかいう話もあるし、ちょっと怖いところではある。何にせよやってみて学んでいくしかないですね。なお今回は6人だが、インポスターは何人なんだ。 VR アモアスは自動で配役が決まってるっぽいからわかんないわね。で、初プレイ早速インポスターかよ。相方が表示されてないのでインポスターは一人っぽいです。いきなりマップ表示されてるけど閉じ方わかんねえ。なんか VR アモアスはサボ直せずに負けること多いらしいし、とりあえず初手酸素サボさすがに侮りすぎでは。 VR で直すのが難しいと言ってもさすがに長い間アモアスをやってきた猛者たち、サクッと直したわね。まあさすがにこれで勝てるわけないか。この後の試合初手酸素サボで村負けてますけどね。1年間何をやってきたの。おい、タスクがどこに湧くかもわかんないからフェイクタスクもクソもねえぞ。これメメさんインポスターでしょ。聞き違いますし。早速バレていく。なおこんな感じで近くにいる人と話せるみたいね。とりあえず何事も経験。サクッとキルしたいな。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 メメさんインポスターでしょ。キルしたいな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 。メメさんインポスターでしょ。ステイクだよな。衝動的な犯行。って、あ。メメさんメメさんメメさんがやってました。犯人はこいつだ。違います。私は無実です。いや、私は今はっきりその場を目撃してました。犯行犯来たー。メメさんやったんですね。違う、私は何もやってない。やってないって言ってるでしょ。その手の動きはまずい。今からならロラできますから心配せず釣られていってください。黙れ、ロラは拒否する。やってないって言ってるじゃないですか、殺しますよ。結論、VR は買うな。最後のノリノリ結果発表草。インポスターとかいうクルーを食べる畜生はもう時代遅れ。今の最先端はクルー。その二つに古いも新しいも存在しないでしょ。これでようやくタスクを経験できますね。人を傷つける最低のインポスターは私が処分してやる。ふむ、意外とタスクの数は控えめになってるんですね。でここで早速停電。開幕サボタージュ流行ってんのか。停電サボ VR だと怖すぎ、仕方ないので私が後ろからついていってあげますね。マジで真っ暗だな。これ動画だと伝わりづらいと思うんですけど、本当に全体真っ暗になって BGM もないので結構不気味なんですよね。舞台が宇宙ということもあって原始的な恐怖を感じるわね。でグサオさん、このタスクどうやんの。いや、自分もそんな数こなしてるわけじゃないからわかんないです。あ、なんかわかった気がする。要するにこうやって押し込めばいいわけですね。割と直感でできるようにはなってるんだな。本当にタスクやってるっぽいから白か。なんとなくグサオさんも白っぽいからここ村ラインで停電直した人を電気室に見に行きましょう。オッケー。ていうか停電じゃなくても心なしかデフォルトで若干暗いな。完全にみんな忘れてるけど、よく考えたら宇宙という逃げ場のない状況に殺人鬼が紛れ込む極限状況だからね。普通にホラゲーでした。おっと、扉閉まってんな。こしゃくな妨害をしおって。向こう側から現れたのはメテオさんから黄色を奪ったヒナミキ。それとラテさんね。インポスターはキルク溜まってない時自らサボを直しに行こうとする傾向がある。つまり犯人はお前だよラテチャンネル。私さっきインポスターで勝利したけど上手すぎるでしょ。初手酸素サボ入れただけ。初手酸素サボ入れただけでよくここまで誇らしげな態度が取れるな。そういやこの村さっき酸素サボで開幕負けてるんだったな。恥を知れ恥を。あんたはその時自己中タスク優先ムーブしてたけどね。しかもやり方わからずクリアできずに終了。さすがに今回はみんなサボで負けるの警戒してるだろ。ということで私は今回もタスクを優先する。遺伝子レベルで学ばない。まあライムとグリーンが酸素向かってたし大丈夫だろ。私の発言を先読みして奪うな。いやでもなんだかんだ言って制限時間残り20秒切ってるわよ。おい、まさか酸素サボがこのゲームのトップメタなのか。押しておけば勝ち。残り15秒あるし私も一応サボに向かおう。ラテさんが酸素の方に移動してるわね。じゃあ私はアドミン側で。お、ちょうど治ったようだな。あっつなー。ギリギリ直しました。ここでアドミン確認できます。おい、それよりこのタスクどうやってやるか教えてくれ。あ、それは。で、おい、めんどくさいタイミングでボタン来るな。でも今回は誰も死んでなかったみたいですね。サボ連打でみんな結構位置が固まってたからねー。っていうかあのアドミンのよくわからんタスクどうやるんだ。いや、メメさんそれ聞いたらタスクの感じで白透けちゃいますよ。ちなあのタスクはまっすぐ突っ立っておけばクリアになります。それは確かに。いやでもどうせ私とかそれ以前に白裏隠せてないし大丈夫。タスク一つも人に聞かないとわからないのか。なんだやる気か。ここが VR の空間じゃなければボコボコにしてやるところだ。暴力に訴え出ようとしてる。腕の動きでシャドウしてるのがわかりますね。オラオラ。貴様その手の動きは。これはさすがに人間としてマナーを変えた行いですよ。現在進行形ブーメラン。わかりました。ラテに投票します。なんて、それでいいんです。とっととみんなラテさんに投票してください。おいおい、本当に2票も入ってるじゃん。あと一人入れたら釣られててくさ。これラテさんに入れてたしウパさんがインポスターでしょうね。それ、間違いない。これウパパロンがインポスターだわ。唐突に裏切られててくさ。さっきのサボ自分が直さなかったら終わってましたよ。インポスターはそうやって私たちクルーを欺こうとします。唐突に AI が作りそうなセリフ。今回はとりあえずさっきできなかったタスクのリベンジに行きましょう。あ、もう完全に理解
した。これ前のやつ狂うのかおか。顔認証みたいなタスクなのかしらね。基本突っ立ってますだけというダウンロード感のあるタスクですね。すなわち最難関タスク。今度は初の原子炉サボってるわよ。マップ的にオリジナルと同じで二人で直す感じのようだな。仕方ないから今回は私自ら直しに向かってやろう。もう残り時間20秒。割とシビアですね。全員マリサの村だったら一回サボ入れたら敗北確定ね。全員マリサさんだったらその中で働くマリサさんが生まれるんじゃないですか。働きアリの法則みたいな感じで。お前らは私をなんだと思ってんの。働かないアリ。コツ潰しにいいと。さすがに泣いた。アップね。なんとか滑り込みで直すの間に合ったな。私がいなかったらこの試合終わってたんだから感謝しろよ。えらいえらい。扱いが完全に子供。わーい。当人も子供だった。サボが治ったのならもうこんなところに用はない。ちなみにここ姿は見えてないがラテさんがいる。今回原子炉二人でそこまで偏りない支給を着てそうですけどね。と言ってもわざわざ死体探しに行くのもな。ストレージ方向から遅れてひなにき参上。一応経路だけ覚えておこう。タスク数そんな多くないのでこの分だとタスク勝ちも狙えそうです。さてとりあえずストレージのタスクをやりましてっと。あれというかこのタスクさっき私やってなかったっけ？クリア判定出てなかったのかしら。そして謎に手が画面半分覆い尽くしてますけど。首書いてたら手が荒ぶってた。そしてウパパロヌス登場。シールド、ナビ方向からこっち側に来たっぽいわね。それならこのままタスクやりながら死体ないか探せそう。お、このタスクは知ってる。めちゃんこ懐かしいタスク来た。指差し確認よし。私の手にかかればこの程度お茶の子さいさいよ。というか左下に追加でタスク出ちゃってますけど。オリジナルと同じく地続きになってるタスクがあるようだな。ここまで来たら先にナビのタスクだけやっちまおう。ナビ停電中暗すぎて怖いわねこれ。これ無音で急に後ろからインポスターに起動されたら声出そう。なんだこのクラウドからレシートが飛び出てるみたいなマークは。あ、ダウンロードかこれ。いつものクルーが走って荷物運ぶのもなくなってますね。あればあるでうざいがなくなったら一末の寂しさがある。で、これダウンロード終わる前にボタン押されてんじゃねえか。恒例の最難関タスク。今回はどうやらグサオさんが起動されてしまったようです。まあ日頃の行いが悪かった。悲しいが諦めて前に進もう。詰めろ話を。アドミン情報があります。まず停電直したのはどなたですか？僕が直してますね。リアクター側から向かって直しに行ってます。じゃあそれとは別にリアクターについてたけどどなた？それがラテメテオの二人ですね。あとコミュニティついてたのは誰？誰も出てこないのならそこがしたいということになりますね。ちなみにコミュはここ。自分視点リアクターの人はさすがにちょっと厳しそうですけど。コミュか。コミュは通過してるしちょっとよろしくない位置ですね。私たち最後ナビだしめっちゃ容疑者1筆頭ねこれは。メメさんは最後どこなの？私は最後ナビだな。1回目のリアクター私とメテオさんで直していて、最後もリアクターならコミュまで行く時間ないしメテオさんは弾けるな。でラテさん、ひな兄さんウパさんの順にストレージ通過してるはず。私目線後ろの二人が若干怪しくなるかなという印象。自分視点はメメさんも普通にあり得るし今回時間長かったからな。さすがに詰まりきらない気はする。まあそれは確かに。ラテさんも北のリアクターをだしよく考えたら別に弾けはしないかもな。いやでもまずいわこれ。何がまずいんですか？いや。さあ、1ターン前はあんなに元気に暴れ散らかしてたのに、自分もこれ厳しいです。かなり酔いました。初めての VR ということもあり続々とみんな VR 酔いしてってるな。自分はまだ余裕。僕も普段から結構 VR やってるから大丈夫かな。いや割とマジで気持ち悪い。ブロッキーで草。インポスターを釣る方が先か脱落者続出で試合が終わるのが先か。まあこれでみんなが脱落したなら私たちの勝ちですけどね。それなら次も速攻ボタン押して遅延かけて脱落を促すのもありか。番外戦術来た。とはいえここはさすがに一旦スキップになったぜ。VR 酔い陣営は直ちに村を終わらせたくて仕方がないでしょうけどね。第三陣営誕生の瞬間試合が終わる前に吐かせたら私たちの勝ちみたいなとこある。容赦なさすぎてくさ。まあ何にせよ今回はナビからタスクをやりに行くか。よく考えたらダウンロードの途中で押されて終わってないんだったわ。ラテさんインポスターなんですか？いやもうインポスターとかそういう話以前によって厳しい。ラテさん画面酔いマジでひどそうでいいね。画面酔いひどそうでいいねっていうとんでもない発言。仲間の不幸を喜ぶ村。1年間を通して築き上げられてきた絆がこれ。アモングアスでは絆が育まれないことが分かったな。悲しいことだが貴重なサンプルだ。先ほど非常にも終わる寸前で妨害されたダウンロードをやっていきます。またボタンが入って失敗することを切に乗ってる。このタイミングでボタン押したらラテさんとウパさんの二郎は不可避だろうな。そしてダウンロード妨害された私からもお気持ち表明の一行。ゲーム外要素で釣りが決まる村。あれ？というかまたナビにタスク出てきてんじゃん。地続きになってるタスク多いな。このタスクむずいんだけど。なんか見たことあるタスクだな。おそらくハンドルを握って船の向きを軌道に合わせるんでしょうね。まあ私にかかれば。でこのハンドルなんか全然うまくつかめないんだが。VR で距離感が難しい。お、これ片手でいけるっぽい。はい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 。あ、そういうことね。もう完全に理解したわ。慣れるまでは結構時間かかりそうですね。おそらく私以外誰もクリアできないだろうな。試合を案内はよそれだと。酸素サボ来たんで直してきます。酸素サボが常に即負けの可能性はらんでるの怖すぎますね。私たちがインポスター次引いたら酸素サボ連打が安定になるだろうな。地獄の泥沼合戦じゃん。ナビゲーションのタスクはできないというとんでもない戦い。ひな兄さんとラテさんが酸素サボ入力してるようだな。ギリギリでキルを切るかもだしここで待って見守っておこうかな。そしたら現行犯でいけるしね。とはいえなんだか本当に治るのか心配になってきましたね。もうここまで来たらキルしてくれた方がいいまである。お、治ったようだな。よかったよかった。さて次またアドミンにダウンロード出てきてんだよな。初めは少なそうに見えたけど実際にやってみるとむしろ結構多いですねこれ。普段こんだけ時間あればもうタスク終わってるだろうしね。とここで死体発見。死体発見画面絶妙にダサくてちょっと面白いですね。どうやら通報したのはオレンジのメテオさんみたい。死んでるのはウパさんか。原子炉でウパさんの死体が転がってたわ。原子炉というと一番左端か。さすがに私とラテさんは時間的にも厳しいんじゃないか。そうですね。さすがにここ二人は白となるとひな兄さんしかなくね。あれでもひな兄さん酸素サボ直しに来てなかった。いや1ターン目のキルメテオさんは無理だし。あ、ならひな兄さんか。いやもうこれひな兄さんだよ多分。原子炉行く前にアドミン見たけどその動き的にもひな兄さんで確定。いや
やい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 や、自分も今酸素サボ直してたじゃないですか。ちなみにさんが犯人だろ、おとなしく罪を認めろ。リアクター直してから酸素サボ直しに来たんだろ。ウパさんを殺したその手で酸素サボを直しに来やがって、貴様に人の心はあるのか。ちなみに来やったな。いやいや、これメテオさんだよ。ここのラテさんの手の動き見るだけで笑える。あまりにもスムーズ。中指を立てるジェスチャーが実装されてなくてよかったわね。実装されてたらモザイク処理がめちゃくちゃ必要になってました。みんな騙されるな。メテオさんだぞこれは。往生際が悪いな、ひなみき。犯人はお前だ。残念だけどもうひなみきに投票したから諦めるんだな。地獄でウパパロンに詫びろ。問答無用で宇宙に追放されていったわね。さよならひなみき。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。高評だったら多分またやる。ということでまた次の動画で、さらばだ。